三和神社は、長野県長野市三林にある神社。式内社で、旧社格は、県社。善光寺七社の一社。拝殿長野市街地にほど近い住宅街の駅前に、あるが、境内は、新館としている。特徴的なサン鳥居トリーが立ち、境内には100近い石穂群が立ち並ぶ。この石穂群の神々に祝い禅を捧げる、越年祭は、他に類を見ない。 特殊神事である。創建は不詳。祭神、社名とも山との大宮神社と同じで三輪系の神社であるが、その由来は定かでない。禅光寺演技には、大和三,和出身の三輪神丸が禅光寺に参拝しそのまま当地に泊まった。この時、大宮神社の神体を奉納したので、大宮神社には神体がないという伝説が記されている。これはこの地に、 三輪系の人々が移住したことを示すとも返され、周辺には時丸の塚と称するものと、時丸寺がある。また古代から、萩品郡には、三輪の市の支流である、三輪人部忠氏の一族が居住し、武水別神社を放祭したとされる。文献上は、上岸三年に会い、殿神の国行姫神に深海が授けられたという、記述が書出。上岸八年には、 兵室の災いを防ぐため、三和神、官兵神への方兵度胸がなされており、この地方の重要な神であったことが伺われる。縁起式神明朝には、信濃国水内郡三和神社と記載され、式内社に列している。旧称は三和神社であったが、安永三年に吉岳から許可を受け、現在の三和神社に改称した。完成五年、現在の社殿が造営された。 明治6年、近代社格制度において尊社に列し、昭和10年に県社に昇格した。昭和61年、県兵士参考神社に指定。社殿は完成5年の再建。ありがとうございます。